はい、皆さんチェース。はい、今回もね、やってまいりました、ケアの大冒険です。まあ早速ね、スタメンにある通りデスサイザー、キラーデスサイザーね、早速開封していきたいと思います。でしょ、はい。何何何、なんかおかしかった、おかしかった、おかしくないよ、おかしかった。はい、ってなわけでね、見てわかる通りキラーデスサイザー来ていきたいと思います。大丈夫？変な人じゃないよ。大丈夫？すごいね。チカチカ。チカチカ山のデッサイザー。あ、しかもこれあれなんだ。2ディスクなんだ。いいね。2ディスクで、そして、極めつけがハンタードライバーだったかな、これ。ね、軸先が細いラバー軸ということでね、これがなんかまたいい感じに暴れてくれるらしいです。早速組み立てて。どうしたの？どうしたの？あ、いじってんのね。うん、いじっちゃった。ロックの硬さはゆる？マジ？大丈夫なのこれ？相当ゆるいよ。うん、やばくない？これすぐ死んじゃわない？ゆるいね。クソゆるいじゃん。俺こんなこと言っちゃっていいのかな。ダメでしょ、ね、開封動画で弱いですみたいな。まあ戦ってみないことには分かりません、じゃあ一回戦ってみよう。何か出して。何がいい？じゃあアルタクロノス先輩で。超じゃん、めっちゃ言ったことに。よし、いくぜ。はい、3、2、1、ゴーッ。今ので一回当たっただけだよね。うん、ワンロックだよね。まあ、はい、戻って。今回のね、キラーデスサイザーは、ここの青い部分が、まあ、相手にぶつかった時に遠心力でここが動いて相手にボスッと当たると。わかる？うん。回ってる時は外に行くんだけど、止まるからボンって行くんだよね。だから、一回当たって、二回目またここで追撃するし。だから、一回のアタックで二回攻撃できますよっていう。筋肉ですます。でもさっき言えば、はい、紹介動画で見たら全部ボロボロのような気がするんだけど、うん、いや俺もね、うん、気のせいかなと思ってるんだけどね。3、2、1、ゴー。お、今回うまい。これうまくできた。これどうなった？リアルボスするんじゃねえかっていう。ここボコって外れそうだよね。うん、怖い怖い、怖っ。エロい音したよ。エロい音したね。エロい音した、すごくエロかった。これ編集どうなってんだろう。カットカットなんだろう。3、2、1、ゴー。おお、こう今多分 2連撃したんだろうね。ねえ、めっちゃさ、パリッとなった。死体を蹴っ飛ばしたね。だよ、さすがキラー。でも見た目すごくかっこよくない？うん、ね、うんうん。いや、皆さんやっと発売ですね。本当に今発売日に多分アップロードされてると思うんですけれども、あ、うん、いやデサイドが落ちたいって言うからさ、うん、やるよ。はい、3、2、1、ゴーッ。おぉ、おぉ、おぉ、強い、うん、強い。多分逃げ気が当たると強いんだろうね、これね。うん、音が違うもんね。違う、バキーンって言うもん。素晴らしい。じゃあ、こっち頑張ってみる。ちょっとバルキリー持ってきて。これだ。覚えてるね。これ俺バルキリーと教えた覚えないんだけどね。行くぜ。そいつ斜め。斜め？うん。行くよ。うん。3、2、1、ゴース。おお。はい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 。うん。アタッカー同士なのにすごいソフト。おー、時給勝ち。初めて。今ね、なんでこいつ選んだかっていうと、ドライバーこれなんだよね。あーね。うん。こっちの方が太いんだよ。
で細い方がやっぱり長く回るということで、ちょっと今試してるんだけど、いきます、3、2、1、ゴーッ。あっちおおおお、バルキリーと互角って感じかな、レイヤー的には。二段撃やろうと、おおっとっとっと、やっぱあれだね、まあバルキリーと違って結構丸みがね多少あるんで、持久では絶対勝つんじゃないかなっていう。ただ火力で言うと片方しか、ここしか強くないから、バルキリー3枚刃だけど、こいつはもう1点にかけてるんで、どうなんですかね。まあここが当たれば最強っていう感じ。ん？何その可愛いくしゃみは。どうした？鼻がむずむずするの。どうした？サービス精神豊富ね。違うから。3、2、1、ゴース。うわ、出だしすごかったね。え、返事がくしゃみって素晴らしいね。チン、もうやだ。チン、時給ガチで終わるんだが、なんかもうちょいかっこいい終わり方しよう。こっち外れたいけどね。お前、それを言っちゃあかんって。いくぜ、3、2、1、ゴーッ。おー、ロストロングネス場外ということで、この実況はここら辺で終わり。これ実況じゃねえけどな。以上。